そういう中でこの台風第1号はどうですか。これ水の課題なんですね。どうかどうかはまず別として、短期ピークなんですけども、過去10日の運動減少は 10% 以上かな。だから変わらず、高齢化もですね、30% に届いてなど、35% っていう高齢化が進んでいる。そういう地域での今回の攻撃で。まず、そもそも、その損失者とか、高齢者が進む地域の中で、どういう活性化を進めたのか、進まないか。そういうことを議論しているところが心配でした。そこで水の問題があるというふうに思います。しかし、先ほど言うと、ちょっと話したように、その震災の選手の、でもやっぱりその選手、復活は強いじゃないかというのはですね、少なくとも地域の中には、やっぱりあるというふうに思います。これから、この中で、個人的に、少し、少ししたいというふうに言うことになりますけども、地域の力を持ちます。